皆さん、こんにちは。4月になったので、ツーリングを本格的にしたいと思っている中の人の代理、キズナあかりです。午前4時23分という恐ろしく早い時間に、海ホタルに来ました。先日公開した、グリーンファーム立山に向かう時の映像になります。めったに来れない時間なので、東京湾の夜景を見たいと思います。まずは、海ホタルからの映像を紹介しますね。普段は、人がたくさんいる海ホタル。午前5時前には、ほとんど人がいませんでした。トイレ休憩する人はいても、夜景を見に来る人は、確認した限りですが、10人もいなかったです。お店もコンビニぐらいしか開いていませんから、ほぼゴーストタウンのような雰囲気を醸し出していました。私はコンビニの横にあった、薄暗いテーブルで朝食のカロリーメイトもどきを食べて、心臓の服薬をしました。帰りに気づいたんですけど、海老名サービスエリアの海老名メロンパンが売っていました。意外と海老名以外でも食べられるチャンスがあるんですね。画面と関係ないことを話しているので話題を変えましょう。季節次第では明るくなってきている時間。そんな時間なので早朝と言ってもいいですよね。でも今の時期は真っ暗なので海に浮かぶ海ホタルの周辺も当然漆黒に染まっています。その漆黒の海の先に見えるのが東京の輝きです。あの光の中にこんな時間に働く人がいるんですね。近くの羽田空港は時間による離着陸制限がないからか、こんな時間でも飛行機が飛んでいました。本当にお疲れ様です。では、私もそろそろ出発しましょう。今回、なぜこんな早い時間に走っているかというと、最初の目的地に関係しています。それは、そこに向かう動画の時にお話しします。この動画ではアクアラインの夜景を中心にしたいので、木更津金田インターチェンジまでの走行風景をお届けします。その夜景が画面の下の方に来るので、今回は前後のドラレコ画像を上部に表示します。360度カメラをぐるっと回転させるので、周囲の風景をお楽しみください。ここでドラレコの画像が8秒ほど録画されていませんでした。 SD カードがそろそろ寿命とかなのかな。
今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。